天才なんですこの人大人がどっかで忘れたことを曲にする感じっていうか、それは深層心理みたいなとこつくから、やっぱ天才なんだなって改めて驚きました。ありがとうございます。なんかもともと学校でドラマとか音楽とかダンスとかもずっとやってきてて、ミュージカルとかやってる中で、やっぱ歌も好きだな、うん、でも書いたきっかけはやっぱ堤監督なんで、いやそうですかそうなんですよ。なんでミュージカルのね、はい、ハイスクールですよね、あれね。そうですね、ミュージカルの主役をやってらした。で古い友達であるあなたのお父さんから紹介されてその映像を見た、はい、でやっぱり一番のきっかけは声ですよね。まあ いわゆる欧米のザッツミュージカル的なことをされてんだけど、うん、声がすごい引っかかって、嬉しい。でもし他に曲作ってんだったら聴かせてねっていうところから始まった、ね、はい、そうですね。でその時点では正直書いたこともなくて、うん、でなんか書いてみようって思ったことも多分なかったんですけど、うん、ここからどんどん膨らむなんてもんじゃなくてやっぱりもともとそういうとこに行くべき人だったんだろうね。いや監督のおかげだと思ってます。いや違いますよそれはやっぱり才能がないとそんなところに来れない。スペックっていうドラマのシリーズはちょっとああやったおちゃらけて見えるけど、実は TBS の上田プロデューサーとともにずっとやってるんですが、ものすごい暗いドラマなんですねテーマはなんか人間の持ってる罪みたいなものがテーマあったりするんで、ライスクッカーズっていう、まあ、スペックシリーズの初期は、渋谷のラママっていうライブハウスでお客さんが4人ぐらいしかいなかったニューヨーク帰りのバンドを見てこれだと思ってお願いして作ってもらったりしたんですけど、 なんかリアルな日本語ではない方がいいなっていう感じで、ちょっとまああまり聞いたことがない声とアーティストのあり方が欲しくて、でかつダンサーインザダーク的な暗い楽曲を探していたら、まあ、そこに同時期に彼女がの存在を知って、そんな暗い歌書けますかって聞いたのが最初だったねそうですね、なんか多分まだ選ばれるかどうか分かんないけど、とりあえず暗い曲書いてみてぐらいの振りでしたよねそしたらどうですか、来たね、本当に暗いのがいやそうですね、うん、ちょっとそこも楽しんで書かせていただきました。本当は10曲書くと1曲あるかないかぐらいの暗さなんだけど、それがもう見事にドラマシリーズには、まあ、6とかね、ドラマシリーズにはぴったりハマって良かったです。本当に良かったです、はい、いやありがとうございました。だから、まあ、あれもすぐ聞いてノリに乗ってプロモーションビデオ撮ろうっつって、はい、プロジェクションマッピングみたいなもので、うん、撮らせてもらったりとかしましたね。まあはっきり一言で言うと、売れてるものに興味がない。なるほど、ね、これから来そうだなっていうものが好きなんです、はい、なるほど。例えば池袋ウエストゲートパークってドラマやった時にボーリング場の店員の役の女性が面白い人で、でドラマ終わったら歌やりたいって言ってて、それが安藤優子さん、まあ、いわゆる渋谷系ってもう古いけど、もう押しも押されぬなんかポップスの女王様みたいな。すごいですね。
10年に1回ずつぐらい会う、うん、今はあなた、なんかすごい嬉しいですありがとうございます。そういうこれから絶対ブレイクするだろうな、はい、そしたらいいなって、うん、あの別に僕はそれで本業は監督業ですから、うん、演出業だから別に音楽でどうこうしたいって全然思わないけど、たまたまね古い知り合いの娘さんだし、うん、入り口はそういう入り口だったけど、いやでも聞いてみたらどうですかあの6ってドラマでも証明されてると思うし、今回の一連の楽曲でもそれから僕が関係ないところでも、まあこの人が天才だってことはもうね、火を見るよりも明らかなんで良、うん、かったな、いい出会いだなと思いますね。ありがとうございます。まあ、私が大学オーストラリアで行ってたこともあり、まあ、遠距離が長くて、今回の曲遠距離が遠距離すぎないかそれ。そうなんですよね今回やっぱコロナっていうすごい、いつも結構4ヶ月に1回ぐらい日本に来れてたのが、あ行けると思ったらまた延期になってっていうのが結構何回もあって、もうその不安の中でいつ会えるのかなっていうところから書いた曲ですね。まあ、まさに時代が生んだ、そうです ね、コロナ禍って日本でよく言うけど、はい、コロナ状況が生んだ、あの考えたらものすごい悲しい曲ですよね。そうですね、もう結構ポップな感じになってますけど、アメリカとかね、あの欧米だと郊外のね、あの女の子たちが聴いて喜ぶようなすごいポップな仕上げにはなってるけど、その実すごい深いっていうか重いっていうか、思ってるあなたもそうだし思われてる方も大変ですよ。そうですね、でも多分あの共感してくれる人多いんじゃないかなと思うし。いやそうでしょう、だってスマートフォンパソコンで恋愛はできないよやっぱりまさに時代の歌ですね、はい、英語が理解できないんで随分軽妙なあの曲だなと最初は初見で思ったんですが、彼女が訳したあの訳があってあでもそれを 見るや否やあのパッと絵が浮かんじゃったんですね。ラブソングなんだろうけど、その会いたい人と会えない時間っていうのは日本では1日千秋っていう言葉がありまして、はい、1日の中に千の秋があるっていうね、うん、それはあなたが切って何枚私に貼り付けりゃいいのって、はい、まさに近いものがあって、うん、多分自分のいる部屋は1日2日半年1年すると監獄ジェイルのようになるだろうと、はいね、でジェイルのようになってなかなかそれが意識として元に戻るってなかなかない、もうそしたらもう爆発させちゃえっていうっていう3つのだからすごい可愛らしい女の子の部屋、それが30年後の廃墟、はい、そして最後はそれを破壊するっていう、こっから出てる念力でもうこんなコロナなんかでなくなっちまえっていう、そういうちょっと超能力みたいなのをちょっとテーマにしてるんですよ。まあ撮るのはとても暑くて大変だったと思うんですけど、だからもうパッと聞いて詩を見た段階でそういうふうに思いつきましたですね。なかなかあの言うのは簡単なんだけど作るの難しいんですよこれで、相当知恵を絞ってスタッフが頑張らないとできないんだけどね、あの天気のいい日に。そうですね、でも良かったですね、富士山の横の自衛隊の練習場の横でできたことはあの本当に偶然、天気の偶然だけど幸せな。そうですね、あ日本で撮ったって言わない方がいいのか、ハワイのですねマウナケアさんもすぐ横でやったんですけど、なかなかいいものだ、ハワイのスタッフもいいじゃないか素晴らしい、どうやって行くんだ私もあのこのなんだろう可愛らしいセットになった絵を見せてもらった時に本当に私が結構想像してたイメージと一致してたんで、
なんかあそこはなんか聞いてくれても伝わったのかなと思って嬉しかったですね。そうなかなか廃墟までは想像できてなかったんですけど、廃墟とあの爆発まではちょっと想像が回ってなかったんですけど、でも最終的に多分すごいなんかインパクトもあるしストーリーもあってすごいいい作品になったなと思ってます。ありがとうございます。普通だとちょっと恥ずかしくてやらないんだけど、はい、歌詞にシャンペーンとシャンパンですよね、うん、チョコレートケーキって言ったら実際チョコレートケーキじゃなかったけど、はい、チョコレート風スポンジケーキとか、はい、あの音楽踊ろうったレコードプレイヤーとかあの古いビデオデッキ出てきたりとかっていう、はい、うん、普通の恥ずかしくてそれって、うん、歌謡ドラマといってバカにしちゃうわけですよ僕たち。なるほど、うん、その作詞詞と同じ内容を絵にするっていうのはもう映像作家としてのもう想像力がないってことですね。そうです、はい、昔昭和の頃はよくね、あのその歌詞に合わせてカモメが飛んだりとかさ、なるほど、ね、酒をブランデーを飲んだりみたいなのあったけどダサさの極致なわけですよ、うん、でもあえて今回はそれをワンコーラス目でやっておいて、うん、なぜならツーコーラス目にそれがあの消滅し最後はさらにもう それ自体も吹っ飛んでしまうっていう、はい、狙いがあったんで、もうできるだけその日本語で言うのベタな映像にしたと。そうだったんです。なるほど、あなたもベタな使い方を、はい、ね、あえて説明しなかったりちゃんとやってくれて、そうするとだんだん2クラス目と最後の仕掛けが、まあ、非常に衝撃的なものになったそうです、ね、と、はい、いうことですね。ただまあ現実やってみると家一軒もすっていうのは大変なエネルギーでして、うん、暑かったでしょ。暑かったですね。そう、結構最後すぐ逃げたもんね。開けてた瞬間にもうダイビングしてました。逃げろってすいません、はい、暑かったです。絵的にはワイドレンズとかすごい燃えてるのがちっちゃく、あれもう僕らから見た目からでビル一軒燃えてるぐらいの ね、 ですね、感じだったもんね。本当に多分一生に一回の経験ですもんね。もう本当に見てきただけでもうすごい自慢な話になりますね。あっという間に燃えてくんだな。怖いな、はい、今回の曲ポストスタンプス多分、まあ、いろんな方が共感してくれるんじゃないかなと思って書いたんですけど、本当にあの MV もすごい可愛らしい感じからインパクトのある感じもあって、なんかすごい見てても聞いてても楽しいかなって思ってるので、皆さんぜひあの見て聞いてみてください。お願いします。アジサさんは日本とオーストラリアのハーフの方ではありますけれども、作ってる曲は世界スタンダードとでも言いましょうか、まあ、たまたま関わっていたので、あの日本的なものづくりをあのしながら参加させてもらってるんだけども、まあ私たち昭和のおじさんのですね思いをはるかに超えていく世界スタンダードの曲がこのコロナ状況だからこそ生まれたというところが最もあの意味のあることなんですねっていう理屈は置いといて、もうとにかくあの聞けばわかるって言いますかね、うん、これは女の子でも男の子でもあの なんていうのいろんな生活のシーンの中であのぴったりフィットする曲だと思うんで、ぜひ世界中の人に聴いてほしいです。